私が子供たちの難聴を知った時はまさに青天の霹靂でした。周りに聴覚の障害を持った大人も一人もいませんでしたし、お医者さんに残念ながら娘さんはローですって言われた時に、ローって何ですかって先生ににこやかに聞いた記憶があります。人工内耳をしようというふうに考えたのには、このままでは二人の心が育たないっていうふうに感じた時に、まずじゃあ人工内耳はどうかっていう案内を療育の先生からいただきました。デバイスを選択しようとした時にいろいろ情報をいただく先はあったんですが、両方会社訪問をしてご案内をしていただく方の熱意とか、ハードの選択だけじゃなくてそこのスタッフの温かさ、ソフト面にも魅力を感じてメドエルを選択しました。私は聞こえる身なので、ハッと聞こえたものを、カホ聞こえる今の音、何の声かなって言って、そうねっていうふうに共有できる、共感できる、その部分ではすごく嬉しいですね。人工内耳を入れてよかったと思います。カホにとっても、とてもいい結果であることは間違いないんですが、やっぱり母親の気持ちが、非常に落ち着いたところが、今となっては良かったなと思っております。まあいつも喧嘩をしている姉妹なんですけれども、ただその喧嘩の風景というか情景というかを見ているとやっぱり生まれた時にはとてもじゃないけど考えられなかったことが、そこでは起きていて、まあお姉ちゃんのひろかの方は補聴器でなんとか聞こえるんですけれども、妹のカホの方はやっぱり完全に聞こえない状態で生まれてきて、人工内耳をつけたがゆえにですね、お姉ちゃんとも口喧嘩ができるというですね、まあ今となってはすごくありがたいんですけれども、当時は生まれた当時は全然考えられなかったようなことが日常生活の中で繰り広げられているというのは、父親としてはすごくうるさいんですけど嬉しい限りですね。最初カホちゃんを受け入れる時に難聴児ということをお伺いしてましたので少し不安はあったんですけれども、他のこと一切何も変わらなく生活もしていますし過ごしています。苦労は別になかったですね。そうですね、普通の子供と一緒に遊ぶこともできますし、まあカホは普通のお友達と一緒に歌ったり踊ったりもできましたので、父親としてはあまり苦労は感じなかったです。私たちが暮らしてた部屋が例えば 2LDK だったとしますよね。でカホが人工内耳を挿入したことで気がつかないところに扉があったと。あれ？この扉なんだろうって開けてみたら一つ結構広い部屋があった。人工内耳を挿入した後そのことに気がついたという感じですね。彼女たちのハビリテーションとしては、まあ、家庭でのフォロー、きめの細かいコミュニケーションということを常日頃心がけていますけど、それ以外にピアノ先生に来てもらって娘たちはそれぞれその時間をとっても週に1回楽しみにしています。メイさんのヒッツイミカンパワーイそのこの間で、姉のひろかも一緒ですけども、
まあ、随分、まあ、大人とは言えませんけども随分成長したなっていう感じがありますね。そういう意味では本当におめでとう言いたいと思います。カホにどんな大人になってほしいかといえば、彼女の漢字、名前の漢字のごとく、その自分の成果を自分の足で歩いて自分の手で取りに行くたくましい女性になってほしいなって思ってます。で、彼女がしたいと思うことだったらできないことは一つもないし、親としては全てを応援してあげたい。その可能性は無限だって思ってます。